ペドロの選手会ファイト一発ラオ選手会ファイト一発、選手会ですよ。いいよいいよ、もうだから昨日の動画かな、はい、選手会ジュニア、ちょっと僕はちょっと怒っちゃったから選手会ジュニアのちょっと温度を取ると来年忙しくなるんじゃない。本当に選手会、うん、選手会はそもそもどういう組織なのかっていうね、うんうん、まあ労働組合ですよ言ったら、うんうん、選手側のね、うん、労働環境を守るための組織ですから、うん、労働組合なめちゃめちゃ重要だからね、はい、だから現役の選手が必ず選手会長、うん、選手会の会長になるというところで、今日は、選手会長になると、まあ、仕事は増えるわけじゃないですか、うん、でプレー以外でもどういう成績になるのか、なった次の年っていうのをスポット当ててちょっと特集したいなと思ってるんですよね。いいですねマニアックなところこういうのやりたいのよだからまあ社会人の方でも、うん、ちょっと役職ついた次の年はちょっとねパフォーマンスがちょっと落ちるみたいとか。ダメなんよそれじゃあ、マジでダメダメそれじゃダメなんですけどね。で今年あれでしょ、会長変わったみたいで。そうなんですよ、2021年から翼選手がね選手会長になりましたから。男気の塊だからね。そうなんですよ、だから球団もビビるで。なので今までの選手のそういう成績を踏まえながら、うん、じゃあ来季相澤選手がどうなるのかっていうところまでね予想できればなと思ってるんですね。いやー上がるでしょう、あの人はそういうの恥ずかしい姿は見せれんと。ああそうよ、もういう人だと思うんだよね。だキャプテンオブキャプテンですよ言ったら来ました。そうですよ、だからキャプテンオブハイスクールは池田くんだった、うん、池田くんだったからで来年以降だからキャプテンオブユニバーシティは宮崎キャプテンプロ野球は相澤選手っていうことになりますから。でも本当キャプテンの中のキャプテン、キャプテンの中のキャプテン全然岸田さんとかよりリーダーシップあんだからそうですよ、戦ってるんですから、うん、ということでまずね歴代の選手会長、うん、何人かはそういうね狭間、うん、事件というか、そう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 素晴らしい、あった時に矢面に立ってくれてさ、ちなみに10代目ですよ相澤選手は。まだね意外と意外とおかげ、うんおかげ、なので、初代からじゃあ紹介していきたいと思います。待って10これ任期とかあんの。任期がねバラバラなんですよ、バラバラ意外と、うん、いろいろなそういう一応3年、3年ぐらいなんだ。3年ぐらいなんですけど、ってことは30年前から、だいたい30年前ぐらいから選手会っていうのは。ああそうそうそう、1985年、85生まれる前じゃん。初代の選手会長誰だと思います。85でしょ、はい、名は知れ渡ってる、うん、ちょっとキャプテンプロ野球ですよ。ちょっと球団だけ教えて。まあやっぱり初代は巨人ですよね。85生まれる前だねそうそう本当生まれる前ですよ。ガリクソン、いや違う違う、外国選手はこの選手会に入ってないんです。そうなんだ、はい、入れない、はい、中畑清さんとか。おマジマジマジ、いやそうですよ、絶好調中畑清です。初代はなんか酒の席で生まれたんじゃないありえますありえます。確かにな、まあ、いろいろねその10年前ぐらいからいろいろ動きがあった上でやっと発足できたっていう中畑清でいこうと。やっぱあの人リーダーシップあったんだね、うん、人望っていう。そうなんですよ、で2代目が原辰徳。はい、原さんやってたんだ、うん、3代目1992年から岡田、ああ木信さん、ああで4代目待ってました、広島正田幸三、やってるんですよね。正田さんそういう人だったんだ、うん、なんかリーダーシップとかあんまりイメージが。でここまでね3年刻みぐらいできてるんですけど、セリーが、そうですね、で1998年から古田敦、これは覚えてますもんね。これ覚えてる、ストだよな、ストです、ストをやった、うん、で2005年まで7年やってます。おー一番長い長期政権ですね。言うなら小泉政権、いや安倍ですね、安倍さんですね任期を伸ばしたんじゃないかっていうぐらいいやいや、まあまあ素晴らしい仕事をね、はい、ストの翌年に辞めてますね。あでそこで宮本氏、あーヤクルト、はい、東がそうですね。で、2008年からは新井さん、つらいさんですね、つらいさんもやってたよ、阪神行った後ですね。ああそう、じゃあそういうことですね、つらいわで2012年からは柴選手、あいや初めてパ・リーグ、うんここで初めてパ・リーグ、まああれですね2011年東北大震災があって、まあキャプテンになりましたもんね。
なんかキャプテンプロ野球になったもんね。キャプテンプロ野球あの時。いや確かにあのすごいね、スーツもかっこいいな、うん、で2017年から住谷選手、ジャイアンツ住谷、いやその時は西武だったんですよ。西武パリが続いてるのか、うん、で今年相澤選手なったと。10代目です。カープは多いね。やってない球団もあるんだね。うん、あ、そうなんですよ。それもなんかフェアにするんだったらね、持ち回りでね、持ち回りでやればいいのにと思うんですけど、まあ副会長は10人いるんで選手会っていうのはそこでバランス取ってるのかなっていうのはありますけど、え、1人なんなんじゃ1人初期初期とか会計がね、会計が起こるんだ。そうですね、会計監査、会計監査っていう、会計監査が2人がいまして。2人、ああ、うん、え、じゃあ副会長と兼任してるってこと？あ、いや副会長とは別です。ああ、これはね、会計監査は DeNA の今永と阪神の近本です。いや分からんけど、どうやって決めとんから、数字に強い数字強い、どういう意味だろうあ、そうなんだ。はい、ということで、ああ、まあ選手会ですから、ああ、まあ仕事絶対増えますよ。就任した前年、もしくは就任した年と翌年の成績をまとめてまいりましたので、順番に見ていきましょう。まず中畑選手、中畑選手の前年と就任後の1年はこちらです。でもざっくりね、打率で言うと、なる前年は2割9分4厘打ってましたよ。ただなった次の年はやっぱり2割7分3厘ダウン、ダウンしてるな。オプスも 0.812 から 0.754 とダウン、ダウンだな。しょうがないっすよやっぱ仕事増えるんだからいや、ちょっと強引、結びつきが強引なような気がするけどな。たぶん怪我したとかそういう可能性があるけど試合数はほぼ変わってないっすよ。あ、じゃあ、そう、125試合前年はね、で、なったあとは127試合ですから、じゃあ選手会長、選手会長の分ちょっと落ちてるな。ねえ、しょうがないっすよ。寄り合いとかもあるからね。で、次の原辰徳、が1989年、平成元年に生まれました。89年の7月になってるんですよ、これ。あ、そんな、そう、ちょっと、昔はちょっと違ったのよ。今オフですけど。あれか、オールスターのそういうタイミングでしょうね、なんかな、昔は。一回ちょっとオフシーズン、オフ入ってるタイミング。途中で選手会長になったらね、と思うんですけど、89年の成績、打率2割6分1厘。で、オプスが 0.866 いいね。で、その翌年、90年、打率3割で0分3厘おアップ、オプスも 0.910 アップ、すげえ力に変えたんだ。いやー、ほんとですよ。だ、今のところダウンアップですね。もう力に変える選手もいる。だ、島耕作ですね。島耕作です、ほんとに。あ、そう。で、岡田さん、岡田さん晩年だったんですね、実は。なったのが92年に就任、7月、また7月に就任しましたが、92年の成績が大体1割8分9厘、オプス 0.559 から翌年93年、打率1割7分、オプス 0.536 というところで、ダウン。いや、もうほんと晩年だな。晩年だよ40歳とかでやったんじゃないのそれ。出場試合もあの、なった年が70試合で、次の年が42試合です。ちょっとプレッシャーに、ちょっとあの、ただ先ほど言いましたように、ああ、岡田さんは FA を導入した選手。ああ、下がってしょうがないよ。そうなんですよ、92年ですから。だからまさに野茂、ああ、FA を作ったんです、岡田さんが。で、野茂は、いや、アメリカ行きたいですと。でも、岡田さん的には、岡田さんに連絡したらしいんですよ、調べると。野茂さん？やっぱり選手会長に。ほう、ほう、ほう、ほう。ちょっとこう考えてる、代理人含めてね、こう考えてるんですけどって話したら、せっかく作ったんやね。もう1年。もう1年は。そうだからな。そうそう。でも取り出さなかったと。で、これもすごいですよね。95年、その最後の説得に臨む席を用意してたのが阪神淡路大震災の日で。で、震災起こって、それは叶わず、もう野茂は引退選手としてアメリカに渡ったっていう。あ、そうなんだ。そうなんですよ。岡田さんはまあ
だから野茂さん的にはお母さんも物分かり悪いなっていう感じなんですけど、お母さん FA を作ったんで、うんうん、しっかり仕事はしてたんですよね。すげえ。いや、そう、そういうドラマが、お母さん大好きな人だから、ね、うん、すげえな、はい、で95年のオフに昇段構造ですね、構造さん、はい、なので95年の成績が、うん、打率2割7分4厘124試合出場してね、でオプスが 0.693、うん、で翌年、うん、同じ124試合出て打率2割3分5厘オプス 0.558 ダウン、落ちてんな今のところダウンが3人ですね、4人中あやっぱり、まあ、あの言ったら皆さんあのやっぱり9年目10年目とか、うん、キャリアを積んで積んで選手会長になるんで、うん、まあそういう金もあるんですけど、ただこれまではみんな監督になってる人なんだけど、翔太さんだけ、そうだね、翔太さんもだからコーチ業でやってるけど ね、あるかもしれませんね。で続いて1998年から古田敦也、98年が打率132試合と出場しまして、打率2割7分5厘オプス 0.717、そして翌年99年打率3割0分2厘オプス813アップですよ。やっぱりね、長期政権ですから。で古田さんといえば先ほど言ったようにスト唯一のこの選手会唯一のストですよ、日本球界のね。2試合映像が流れるんだよその時、あの各球場のさ、バックスクリーンのところに本日はストですね試合がそう本当にもうあの決断もすごかったですけどね。いやね、すごかったよ。覚えてます、どういう経緯でなったか。ざっくり言うと、はい、だから近鉄が身売りをすると、うん、もう球団経営がね、球団経営 で、うん、でオリックスと合併する、オリックスと合併すると、うん、そしたらその近鉄側の選その2球団の選手は全員保護されるわけじゃないから、うん、その辺どうなってるんだとか、そういう、ああでもそうっすかな、だ球団再編問題っていう問題で、あの1リーグ制にするとか、そう、ね、あの流れで球団を減らして1リーグ選手を、もう球団減ったら要は働ける選手が減るわけですから、雇用を奪われるわけです、ね、そうですそうです、ふざけるなふざけるなっていうそうそうそう、打った奴が戦って、で結局選手会の要望は1年待ってくれ、凍結、それを凍結、合併を凍結して、うん、でもう1球団入れてくれっていう要望だったんですね、うん、でもなかなかあっちも受け入れられなくて、高賀選手だと、そう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 、本当よ、ね、当時は高賀選手、いや今だったらやばいでしょ、ね、本当に SNS とかマジで、うん、で一回交渉してストーミー一回見送ったんですね、一周一応交渉した席着いたから見送ったんですよ、うん、で翌週また交渉して、うんうん、そしたらやっぱりあっちが強気に来た、うん、ところでストー結婚して、うん、その翌週に次の新規入団、新球団、堀江さんと三木谷さん、ね、新球団をあの預かり金っていう保証制度を含めながら入れますっていうところで落ち着いたんで、なんとかまとまったと。で2004年そのストが起こった年の古田の成績ですよ、うん、打率3割0分6厘24本、やば、オプス 0.868、 やば、歴代2位、自身歴代2位の成績で、いやーすごすぎるね、すごいのよこれは、古田はやっぱり長くやってるのが正解だった。それすごいな、はい、でその次2005年から宮本慎也がなりまして、うん、2005年の成績が、135試合出場して2割6分5厘、うん、オプス 0.658 で翌年06年73試合に減ったんですけど、うん、打率3割0分4厘オプス 0.711 アップですよ、うん、ヤクルトの選手はアップ4月、そして新井さん08年に就任しまして、08年の成績が打率3割0分6厘、オプス 0.824 から9年打率2割6分0厘オプス 0.700 とダウン、まあ新井さんはダウンしそうな感じなんですけど、辛井さん辛井さん、そして島選手2012年から就任しまして、就任の年打率2割9分1厘オプス 0.708 獲得しましたね。でそして13年打率2割5分7厘、オプス 0.635 でダウン。だから試合数が増えてね、優勝してますから、うん、13年はペナントをね、ご褒美もある。そして住谷選手、2017年、打率2割5分1厘。これ、あ、これ俺ね、アップしてるような気がする。俺、ちょっと法則を自分の中で見つけたよ。ああ、そう。で、オプス 0.638、うん。そして翌18年、うん、同じセーブですね。打率2割4分8厘、うん、オプス 0.575、ダウン。ダウンか、あ、じゃあね、なるほど、あ、微妙なとこだったな、なるほどなるほど、ああそうっすか、なんかあのね、うん、地方組はね、うん、ダウンしてる、
あーなるほど。東京組はアップしてる原さん、宮本さん。あそうだね。それもな、あ移動とかなんかいろいろやっぱりその大変なんじゃないかなと。やっぱね、寄り合いは絶対東京でしょうからね。でも所沢からはやっぱ遠いから若干ね。そうだから重要な話は東京でやるだろうから。うん、そう、そりゃそうよ。となるとよ、うん、その僕の浅い推測では相澤選手落ちるな、うん。相澤選手はそうです。広島から東京に機会が増えるというところで、まあ今年の成績を紹介しておきます。70試合出場しまして、打率2割5分6厘、オプス 0.686 なんで、これが来季どうなるか。いや困るよ、上がってもらおう。ちなみにだから9人いたんですね、相澤選手の前に。9名いて、アップしたのが3名のみです。原、古田、宮本。やっぱり選手会長は優勝、うんうん、自チームの優勝という意味では、お優勝したメンバーが選手会長人気の、ね、中で中原、古田、島、住谷。おお、縁起物じゃん。9分の5。縁起物じゃん。そうなんですよ。やっぱりご褒美ある。自身の成績は下がる可能性はあるけども、そのチームとしてはやっぱり、俺がキャプテンだっていう。キャプテンをキャプテンっていう。他のチームが、広島か、キャプテンをキャプテンか。盾持ってほしいな、なんか。キャプテンアメリカみたいな。LPB の紋章のめっちゃおもろいめちゃめちゃおもろい毎回試合持ってくるっていう、いやあのなんかあそうかめちゃめちゃおもろいな、キャプテンあそうかっていうところなんですよ。なので相田選手成績落ちるかもしれないけど、うん、カープ優勝の可能性はほぼ5割ですね。これは9分の5なんで。いいこと聞いた。あっていうところですね。選手会長。非常におもろかった。いろいろね、調べると、今、プロ野球の選手は、その選手会っていうのと、一般社団法人も作ってる。うん、そっちは理事長とかあるんですよ。うんうん、一般社団法人、プロ野球。うんうんうん、が、それで理事長を作ってて、それ野球教室とか、うん、野球の普及活動をしてると。うん、そう、理事長も歴代10人ぐらいいるんで、その回もそうそうそう、いやおもめちゃめちゃおもろかった。すごいアカデミックな。あ、そうそう、僕が調べた中ではすごいことをしたっていうのは岡田さんと古田選手ですね。まあまあまあね、うん、一つ大きな点があるんですね。そう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 、かっこいいですね。うん、素晴らしいです。はい、はい、ということで、選手会長にあった選手が、うん、どのような成績を残したのかというマニアックな内容をはい、明日も最強ベースボール動画ありがとうございます、はい、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。サラリーマン時代労働組合とかなかったの？なかったな。めっちゃあったのよ。うん、やっぱりね、労働組合減った方がその出世しやすいとか、あ、そうか、傾向はあったね。あ、じゃあストしたの？俺はね、2年で辞めたからロックアウトされたってあいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。